異論がないと怖い。あ、異論がないと怖い。で、異なる意見が出ないっていうのが政治の世界は一番ホッとするのが今までなんです。いかに会議を異論を言わせずに終わるかなんですよ、うん、これは今ね僕怖いですね、うん、え、意見ないの？いいんですか本当に？これ通りますよ、通りますよ、本当にいいんですか？ありませんみたいな、うん、もうなんかねこれ今僕は怖いですね、むしろ、うん、で、あともう一つ怖いのは意思決定の場に男性しかいない場。これ男性だけだとありって全く誰も一点の曇りもなく正解と思ってることも、一人女性が入った時にいや何言ってんですかと、うん、もうそれアウトですからっていうことが今すごくあるんですよ。なのにそういった意思決定をする場に女性の意見も男性の意見も双方が入るっていう場が欠けてる時が結構ある。だからこれはすごい今自分の中では今後の日本の社会で大事なのは、異なる意見を物事を前に進めていく力に変えられる能力っていうのがすごい大切なことだと思ってるんですけど、本当にそこの部分を理解をして、だから必要なんだということで女性活躍っていうのが推進されているのか、そういう環境に作らなきゃいけないという思いで働き方改革があるのか、これってすごいもう一度解き直していかなきゃいけないと思ってるんです、うん、